申し込む。1日に食パン3枚。フィギュアスケートの選手たちは不健康な食生活に苦しんでいる。世界トップレベルのフィギュアスケーターたちはどんな角度から見ても、どんなに難しい技をやっても美しく見えなければならないとのプレッシャーに常に直面している。ニューヨークタイムズのカレン・クロウセ記者が報じているように、フィギュアスケートの選手たちは長年にわたり摂食障害や栄養不足に苦しんできた。アメリカのフィギュアスケーターアダム・リッポン選手はこの問題に光を当てようと試みている。クルース記者によると、リッポン選手はこれまでの人生を通じて常に体重を減らさなければというプレッシャーにさらされてきた。成長するにつれ、リッポン選手はその筋肉質な下半身がフィギュアスケートの選手としては大きすぎると言われたという。2016年には1日の食事量は全粒粉の食パン3切れとコーヒーのみだった。バターも塗らなかった。今考えるとめまいがしてくる。リッポン選手はクルース記者に語った。女子フィギュアではロシアのユリア・ビプニツカヤ選手、アメリカのクレイジー・ゴールド選手といった若い2人のスターがすでに摂食障害の治療のために競技生活を離れている。フィギュアスケーターはコーチや審査員、そして自分自身からもっと痩せなければ、もっと痩せて見えなければというプレッシャーに常にさらされている。審査員にもっと体重を減らせと言われれば、健康的に痩せる方法など考えている時間はない。元オリンピック選手のブライアン・ボイタの氏はクルース記者に語った。コーチも残酷になり得る。クルース記者によると、旧ソ連の元コーチで日本選手を指導するラファエル・アルトゥニアン氏はかつて選手たちを太っていると呼んで体重を減らすよう動機づけていた。その後アルトゥニアン氏はこうした批判がスケーターにとって良くないと学んだという。だがこうした変化はフィギュア界全体で十分に広がっているわけではない。ロイターは1月、日本の元フィギュアスケート選手、鈴木明子氏はかつてジャンプに苦しんでいた時、コーチに体重を減らすよう言われたことで負のスパイラルに陥ったと報じた。同氏は治療を受けるまでに2ヶ月で全体重の3分の1を失っていた。スポーツは自己管理です。ロシアのフィギュアスケーター、エフゲニア・メドベージェワ選手は食生活についてロイターに語った。毎日自分自身をコントロールしなければなりません。弱さに負ければ自己嫌悪に陥る。それがどんな気分か誰もが知っているでしょう。こうしたカルチャーは現役を引退した選手にも色濃く残っている。クルース記者によると、 NBC のアナリストで元オリンピック選手のジョニー・ウィアー氏は今でも1日1食、午後5時前には食事を終え、あとはコーヒーを飲むだけだ。ウィアー氏にとっては1かけらのダークチョコレートもしくはスプーン1杯のキャビアがごちそうだ。それだけで本当に幸せな気分になれる、ウィアー氏は語った。リッポン選手が食生活を変えたのは2017年に足を骨折してからのことだ。クルース記者によると、リッポン選手はスポーツ栄養士とともにより自然で栄養豊富な食生活を取り入れるようになった。自分が常にこんなに疲れていたとは思っていなかった、リッポン選手は語った。食生活が変わったことで食べ物は燃料だと見られるようになったという。全米摂食障害協会テダのデータを引用したニューヨークタイムズは、アメリカでは2000万人の女性と1000万人の男性が摂食障害に悩まされた経験があると報じている。この問題はフィギュアスケート界に根強く残っている。だが徐々にではあるものの、スケーターたちは健康な食生活を自分に強いなくても身軽で細い体型を維持することはできると気づき始めたようだ。